かなさいましたか？今日は少し眠りが足りなかった、そのようなお顔をされてますわ。何か心配事でもございますのでしょうか？よろしければ私に打ち明けてくださいませ。何かお力添えができるやもしれません。ウィース、おはよう。元気か、ユリ？それにイクミちゃんだったっけ？おはよう。ごきげんよう、佐久間様。元気なだけが俺の取り柄だからな。ユリも俺と似てるとこあるかもな。ナナ、こう天気がいいと妙に嬉しくなることってないか？そうそう、そんな感じ。なんていうか、人間も木や草と一緒で太陽の光を浴びて生きてるんだな、なんて思っちゃうんだよな。それそれ。ユーリとカイリ、そういう瞬間の笑顔がすんげー似てるよ。さすが双子だな。お、反応は双子でも違う。同じことをこないだカイリに言ったら、ユーちゃんに似てるって言われてすごく嬉しいって言ってたよ。ああ、でもまあ男に似てるって言われて喜ぶ女はいないよな。ユーリの反応の方が正解なのかも。おっと、先生に呼ばれてたんだっけ。あ、じゃあまだな。熱心に佐久間様をご覧になっていらっしゃいますのね。そうですわ。ユリちゃん、ユリ、親子丼とカツ丼と天丼だったらどれが一番好きだ？そうだよな、やっぱカツ丼がいいよな。揚げたてのカツを卵でさっと閉じて、あれって最高だよな。そうそうそう、話がわかるな、ユーリは。今朝クランチの食堂でこの話で盛り上がったんだよ。この3つ以外に牛丼派も結構いたし、小水軒で鉄火丼ってのもあったな。あ、こんな話してたらお腹空いてきちまった。お互い昼までぐっと我慢だな。だからさ、そん時ハゲ親父に俺は言ってやったわけ。タコはお前だろって。
よう、ユーリ。どうした？ハトが豆鉄砲食らったような顔して。ハトが豆鉄砲か。日本語とは本当に面白いものだな。そんなもんか？あ、でも面白さで言ったら双子ってのも変わってるよな。自分と似てるやつが生まれた時からそばにいるんだろ。俺には想像もできないからな。確かに専門の研究を行っている機関が存在するくらいだからな。確か日本にもあったはずだが。へえ、そうなんだ。ユーリもカイリもそこに行って実験してもらえよ。そうだな。誰であれ他人を興味の対象とするのはいただけない。お、なんか教師らしい言葉だな。だがそういう興味が今の世界を作り上げてきたことを忘れてはいけないぞ。いいいい。だから科学も英語も数学もまんべんなく勉強しろって言うんだろ。ああ、その通りだ。サトル、お前は成績が偏りすぎている。もう少し努力をしなければ。英語だ。ああ。いやー、英語の文章を読んでるとまぶたがこう催眠術にでもかかったように重くなってくんだよな。それだけじゃないだろう。数学の成績もだいぶ下がっているらしいが。数学は公式が。世界史は。外人の名前ってやつはどうにもこうにも似てんだよな。あ、笑ったな。いや、その言葉に嘘がないことは分かっている。日本史の成績はローに肩を並べているし、理数系でも生物や地学はトップクラスだというのだ。これでもう少し英語と数学と世界史の成績が上がれば何も問題はないのだな。まあいいじゃん。よくはない。他の先生方から苦情を言われる方の身にもなってくれ。わりわり。まあこのまま英語の成績が上がらぬようなら私にも考えがあるな。ぎ？冬休みが欲しかったら頑張るよ。わかったよ。ユーリ、お前も笑い事ではないはずだが、お前の担任が頭を痛めていたぞ。授業の時間だ。失礼する。じゃあな、ユーリ。どうしたの？お姉ちゃん。ロー！ロー先輩！カイリ、すぐにサードを呼んでくれ。早く！ついていながらなんてこった。ああ、今部屋で寝ているらしい。サードが点滴を打って睡眠薬で無理やり眠らせているらしいんだ。
仕事をしたいって、そう言って聞かないらしいんだよ、あいつ。ああ、ローの仕事を引き継いで、あれこれ走り回っていてくれている。なのに俺は、あいつのそばにいることもできない。ここから離れることもできない。ちくしょう、俺何やってんだ。あいつ、小さい頃から体が弱かったらしいんだ。ああ、そういうやつなんだよ。でも、少しずつ、俺なんかには想像つかないくらい努力して自分の可能性を広げてきたんだって。そう言って笑ってたのに、俺はあいつが倒れるまで頑張っていたなんて、気づいてやることもできずにいたなんて。チキショー、大バカ野郎じゃねえか俺は。変かな、男を好きだなんて。俺どこかおかしいのかな。ありがとう。優しいんだな、ユーリは。俺はローを見ているだけで嬉しかった。ローのそばにいることが何より幸せだったんだ。それなのに、あいつを守れるのは俺しかいないってずっと思ってきたのに。チキショー、騒がしいぞ、サトル。あ、サード、ローの具合は？何も問題はない。ただの過労だ。今日一晩しっかり眠れば、明日はいつも通りになるはずだ。あ、そっか。よかった。無理をしすぎる癖をどうにかさせねばならんな。ああ、そうだな。まあ、無理をしないローなんて、ローらしくないけどな。確かに。ジェイク、俺たちは、あいつのそばで、あいつが倒れるまで見てることしかできないのかな。今はまだ、それしかできない。それでも、いいのだろう。ああ、ならば見守ってやることだ。ああ、ユーリ、悪かったな、遅くまで付き合わせちまって。俺は仕事に戻るから、気をつけて家に帰れよ。さっきはサンキュー。おはよう。どうした？元気ないな。まあな。だって今日から3日間
半日授業だろう。何って文化祭の準備のために今日から13日までは半日授業で14日丸々1日授業がないらしいぜ。知らなかったのかよお前。僕は知ってたよ。ゆうちゃん、春に学園から配られた年間イベント表よく見なかったでしょう。校則についてのお知らせも授業に必要な参考書類のプリントも全部僕に読ませるんだもん。笑えるやつで、お前のクラスは文化祭に何か出展するのか。そうなんだ。僕とコウスケのクラスは漫画喫茶をやるんだよ。だよな。俺もさ、どうせなら劇とか合唱とかもう少し協力し合えるもんがしたかったぜ。その方が思い出になるだろう。うん、確かにみんなで作り上げた気がするよね。だろ。おっと、急ごうぜカイリー。あ、うん、じゃあね、ゆうちゃん。カエリと違ってユリは勉強が嫌いなんだな。確かに俺もロウやカエリたちほど勉強が好きなわけじゃないけど、でもこれだけは言えるぜ。覚えておいて損なことは学校では一切教えない。例えば人間ってさ、危機的状況に陥ると自分の脳の中をぐるぐるっとサーチして危機を回避する方法を必死になって探し出すだろ。もしかしたら学校で教わったことの中に助かるための方法があるかもしれないじゃないか。そりゃそうだ。いや、まあなんていうか、今のは例えが極端すぎたな。でもよ、将来どんな仕事に就くかわからないし、未来にどんなことがあるかわからないだろ。因数分解を使う機会だっていつ巡ってくるかわからないぜ。英語だってここできちんと基礎を覚えておけば将来英会話学校とかに高い金出して通う必要もないわけだし、自分が将来愚かな過ちを繰り返す前に日本史や世界史を見直してみたり、辛い気持ちの時には太宰治や安倍公房を読み直してみたり、そう考えてみれば、ほら、習ったことが無駄になるなんて絶対にありえないんだよ。誰かと付き合うにしても自分に知識が多ければその分会話の幅も広がるだろ。相手に何か聞かれた時、相手が何か悩んでるとき、知識があれば的確に助言することだってできる。それも優しさじゃないかって。ああ、まあこのセリフ、俺がここに入ってすぐの頃にロウから言われたことなんだけどさ。俺もさ、なんとなく勉強して総道学園に入って、でも本当に勉強が必要なのかってそう思い悩んだ時期があったんだよ。もっとスポーツに重点を置いた学校の方が自分に合ってたんじゃないかとか、
でも、ローのこの言葉で目が覚めたっていうのかな。せっかく与えられた教育環境なんだから、目いっぱい利用しようって思ったわけ。おっと、そろそろ時間だな。じゃ、また。これでメニューの確認は OK だな。ウィー、
もっとやりたいことありました。でも今回はこれで諦めます。しょうがねえだろ、近所のガキどもも来るんだからな。派手にやりたいなら今度サブで。よう、ユリ。ボンジュー、お姉さん。ノンノンノン、文化祭じゃありません。私の才能を世間に知らしめるためのショーパーティーです。わかったわかった。というわけで良妻の準備なんだ。ま、良妻を手伝ってくれるのはほとんどクラスで出し物をやらないってやつらばっかだからな。それに総動学園の男子の半分が良妻だから意外と人数いるんだよ。当日は美味しいお菓子と美味しいランチたくさん用意します。イクミさんとカエリさんを誘ってお姉さんもいらしてください。くれぐれもイクミさんとカエリさん誘ってくださいね。じゃあ俺は自治会室に戻るから、何かあったら連絡くれよな。アンリ、わかりました。なんだユリ、お前も運動不足解消に走りに来たのか。なあ、自治会の仕事ばっかじゃ体が鈍る。体力発散させとかねえと夜眠れないからな。工程を30周もしとけば問題ないだろ。軽いってそんな時間かかんないだろ。まあな。そういえば俺は頭で考えるより先に筋肉で考えてるってローにも言われたよ。きってよな。俺を犬に例えたら1日80キロの散歩が必要なボーダーコリーだって言うんだぜ。だから言ってやったんだよ、ローはシェパードってな。そんな感じするだろ。カイリはヨークシャーって感じだよな。ユリ、お前はスピッツ。いや、キャンキャン吠えそうだから。俺んち実家が動物病院やってんだよ、だからかな。いや、弟か妹がなってくれるだろう。俺はどっちかといえばボディーガードとかインストラクターとか。ああ、まあな。でも弟と妹はまだ中学生なんだ。生意気盛りで大変だぜ。こないだもお袋が作ったハンバーグの大きさが気に食わないって大喧嘩になったんだよ。ああ、総動学園がある駅からだと電車で1時間半くらいかかるかな。そうなんだよ。全く寂しくないって言ったら嘘になるけど、でも
ローも部活の仲間もみんないるからな。実家にいると弟と妹がうるさくつきまとってきて逆にうざいくらいだし。なあ、ここって結構入学金とか高いだろ。俺さ、なんか適当に名前とかレベルとかそんな見ただけで受験しちまったからさ、合格通知とともに入学金や授業料の振込書が入ってるだろ。あれを見てお袋が驚いたのなんのって。しかも市外からの生徒は寮に入るって知ったのは入学金とか支払った後でさ。おかげで小遣いはもらえないし、寮での生活も質素なもんだよ。ま、俺が頑張っとかないとな。弟や妹が自分たちの行きたい学園に行けないなんてことになると困るし、家継ぐ気がないから親父やお袋にも迷惑かけられないからな。おっと、体が冷えてきちまった。じゃあ俺走ってくるから、またな。まだ残ってたのか。そんなもんかな。なあユーリ、双子ってどんな気分なんだ。普通の兄弟とはやっぱ何かと違うんだろ。そうか。へえ、その頃からユーリはおてんばだったのか。まあ家族ってやつはだいたい役割分担があるんだよな。家族の誰かがおっとりしてれば誰かがしっかりするし、誰かが怒りっぽければ誰かはなだめ上手になるし。ああ、俺んちなんかがいい例だぜ。親父は人間が苦手で獣医になった変わり者だから、患者さんとのやり取りとか人付き合いに関する面は全部お袋が受け持ってるしな。俺がスポーツに打ち込んでる分、弟は勉強熱心みたいだし、なんていうか住み分けされてるって感じするだろう。だからいいんじゃねえの。ユーリはユーリ、帰りは帰りで。お、いけね。ローにすり上がったばっかのパンフを取ってこいって言われてたんだ。じゃあなユーリ。元に戻るんだったら嬉しいんだけどな。
だよね。ごめん。ゆうちゃんってば。